どうもー、終わり人間、羽島清志郎です。手短に話します。あー、まあ僕は終わり人間、羽島清志郎なんですよ。なんでと思う方もいると思いますが、僕は終わり人間、羽島清志郎。俺の名は終わり人間、羽島清志郎。ということで、今日動画投稿するんで、売名再開するぞうんちちうんちちうんちうんちうんちちうん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 ちがうんち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 ちぶりぶりぶりふんうんちうんうんちふんうん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 ふんちっちうんふん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 ちっちうんふん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 ちっち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 うんふんふんうんふんちっちうんふんち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 ちうんちちちふんふんふんダップンダダップンダあれダフンダってダップンダから来てんのかな。うんちちうんちうんちちうんちうんち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 ちちち Here we go うんちち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 うんちうんちちうんちうんち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 うんちうんちうんちちうん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 うんちぼんちでうんち、隣んちでうんちうんちうんち、リンチされながらうんちする。パンチされながらもうんちする。パンチしてうんち、パンチらしてうんち、うんちしてうんちなの思いつきませんでした。うんちうんちうんち、うんちうんちうんち、うんちうんちうんち、うんちちうんちちちち、じゃんっていうね。今俺、終わり人間だよっていうことを言おうと思ったら、本当に終わってる人間の映像が流れてしまいましたね。うんち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 あ、また始まるとこだった。キャンセルしましたよ。完成キャンセルみたいな感じでね、うんキャンみたいなね、うんキャンうんキャン。最近ね、終わり人間ではどうでもよくて、終わり人間って今俺ね、中卒でデブで多分糖尿病でやばいなって思って、ああもう俺終わり人間だ、でも俺楽しいからいいかなって思ってて、多分みんながね、みんな頑張って生きてる、でも頑張って生きてるけど俺は頑張って生きてない、でも楽しんでるっていうね。もう多分俺なんか処罰受けちゃうよね。みんな頑張ってさ、何かを耐えてるわけじゃん、我慢は幸福の鍵って言ってるけど俺何も我慢してないからな我慢せず生きてるから、だから多分ツケが回ってくるよ。あーツケ回ってこないでくれー、ツケといてって言ってないんだからさ、ツケ回らないでくれって言ったらもうツケが回ってきた。なんか手で目描いたらちょっと目痛くなったし、多分なんか雑菌だ、雑菌もしか大腸菌もしかブドウ球菌、金金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 庫をこじ開け、金庫を入れる、金庫をこじ開け、金庫を入れる、ドゥチ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 、日本の中央銀行の金庫をぶち開け、金庫を入れる、ブチ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 、強盗じゃないよ、金庫を入れる、ブチ、やばっ本当に終わってんな。まあ終わってる話だとね、そうなんで俺ね、なんか親からもらってるお小遣いを払ってね、そのこれ親からもらってるお小遣いってね、可愛いでしょ、子供でしょこんなことやってるうちはね、地獄ですよ、地獄地獄ですよ、地獄のここのここの勢いないよな子供だからね、許してちゅん。
なんか、お結べなくなってる、痩せたかな。そんなわけねえだろ。さあ、なでねえだろ。じゃあ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 。ということで、あの、リゼロ見たんですよ。なんか、D ヒッツじゃなくて、まあ、DTV みたいなやつで、D アニメチャンネルストアみたいなので、リゼロ見たの。面白かったーっていうほどじゃないけど。いや、敵回すわけじゃないよ。面白かった。普通になんかね、ああいう漫画なんか女の子キャピキャピ系でガンガン押してきて、やばいんじゃないかなって思ったら、そんな押してなかった。女の子は可愛いんだけど、普通に女の子バシバシバシーンってやるし、ネタバレになっちゃうかもしれないけど、バシバシやってるから、あんまり嫌な気はしなかった。けど結構最初の方は飛ばしてた。で、いろんなもんは飛ばしてたけど、いいんじゃないの？よかった。まあ、次はソードアートオンライン見ようかな。どうせ面白いんだろうけどね。まあそういうことでね、許してください。でもね、めちゃくちゃ面白いなって思ったのはやっぱあれだ、鋼の錬金術師のフルメタルパニック。フルメタルパニックは違う、フルメタルアルカミストなんだっけ、フルメタルだっけ、なんとかアルケミストだよ。アンダムアンガマみたいなこと言ってた。ってね、とりあえず叫んどこうかなって思って。鋼の錬金術師は2日でぶっ通しで見て、むちゃくちゃ面白かった。で、あと今見てる最中なのがフェアリーテイルと、金色のガッシュベル。大人になれない僕らの言い訳を少し聞いてくれ。逃げも隠れもしないから、笑いたい奴だけ笑う。ラララララララ。普通に今の、ひょーっていうね、緩急をつけるボケをしてしまったせいでね、まあ、俺のね、まあ、右半身くらいがやられました。はい、右半身。Here we go! 右半身半身いいね。今日乗ってんじゃないの、油乗ってんね。乗ってますよ。これ見てくれよ。食べたらダメなやつの油いっぱい乗ってるよ。まあ俺の体にある油大体ね、食ったらね、今、むちゃくちゃおならをごまかした人みたいになっちゃった。ごまかすわけじゃないんで俺は。まあブーってしたんだけど、音が小さくてね。あ、臭い臭いよー、助けてくれー、屁がくせーくせーよー。やということで、ま、リゼロ面白かった、ソードアートオンラインもどうせ面白いで、あの鋼の錬金術師のフルメタルアルケミストの方だっけ、あっちめちゃくちゃ面白かった。ボロボロ泣いたもん。嘘、ボロボロ泣いたのはマギの方。マギはなんかね、あのすごいネタバレ言うけど、まあいろいろ校長先生、まあどこの校長先生とは言わないけど、校長先生の長さんの声なんだけど、むちゃくちゃいい演技で、あーって泣いちゃって、いやーよかった、もうよかったよー。でもね、今あれかな、ワンピースのなんか連載開始日にアマゾンプライムビデオでワンピースの多分、すごい汚いかさぶたをこうみんな見せてるみたいになっちゃった。なんかね、アラバスタ完結編まで全部見れるらしい、多分。まあ、どこまで見れるかわかんないけど。まあ、去年の多分ワンピースの日にも、なんか、U-NEXT とかそういうそこそこ高め、まあ、あれが普通料金なんだけど、まあ、有料チャンネル、有料、まあ、なんとかサイトで配信されたんでね、そこまで。でもね、ログコレクションの立場もなくなっちゃうからね、そんな、空島とかいっぱいやったし。だってあれ、まあまあいいけど。いや、でもワンピース面白いですよ。僕はね、あんま、あ、でもやめとこうかな。俺が人気になった時に足かせになりそうだな。まあワンピースと、あんまりそういう公式と俺関わりたくないんだよな。いや、俺みたいな身分が言ってるのはなんだけどさ、その、息が苦しいじゃん、あんなすごい動いて。俺なんて、だってさ、よく YouTuber みんなさ、あんな集英社のとこ、あんなんで暴れられるよね、フィッシャーとか。うっ、いえ、いえみたいな感じで暴れられるよね。ミュートしちゃうよ、ほんとに。あんなすごいところ行ったら。てか、なんかもう、なんかあっされて死ぬわ。なんか、死ぬ。死にたくないけど。うん。
いやでもワンピース面白いからね。ぜひみんな見てください。ていうかなんかまあジャンプに出てる漫画大体面白いもんな。全部最初から読みたいわ。うん、でもお金がないから漫画が買えない。でも俺なんかね最近電子版いいなって思ってね、やっぱ俺電子版に乗り換えようかな。やっぱ見やすいもん電子版の方が全然。うん、電子版の方がいいと断言するけど、次のなんか34号はワンピース記念クリアファイルとかなんか応募者全員サービスとかが、まあ、応募者全員サービスは大丈夫だろうけど、クリアファイルがさ難しいじゃん。多分店頭図書あの図書室では買えないけど、まあ本屋さんじゃないと多分もらえないでしょ。もしくはなんか優しいコンビニはもらえるかもしれないけど。バーン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 すべてのあなたに歌われたよ。これなんだっけ？トゥ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 、ドゥ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 忘れて、やー。あ、銀玉か。銀玉であったっけ？ララ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 ラ。でも多分銀玉っぽい何か。そう、銀玉のその歌を歌ってた人がバンド解散しちゃったんだよね。解散しちゃったから見に行こうかなって思ったけど、全然俺ねふっ重だからね、ふっ重だから、ふっかるの逆ね、むちゃくちゃふっ重だから、めんどくさがり屋だから、まあ行きませんでしたけど。知ってる曲1曲か2曲、ムーンウォークとかそれとかね、しか今歌ったあらららしかないんで。いやでも、あーもう今日も眠いから寝ちゃおっかな。すごいね、でかい声で言って、今言ったこと言って何になるんだよみたいなこと言っちゃいましたね。世界一意味のない大きな声じゃん。なんかあんのかな、その合図を言ったら何かが始まるのかな。シューみたいな黒いなんか布がシューって、なんかもうこの天井にあれだよ、プラネタリウムがピカピカピカあーみたいな、そういう豪邸か、そんな金持ちの家みたいなことがあるのは。あーもう眠くなっちゃったな。コンコン失礼いたします、シュービン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 ポチ、わー綺麗みたいなのあるのかな。面白いですね。はい、ということで単純にもうね、多分話ぶつ切りになってますけど、ええやん、それでもええやん、それが人生やん、なんでもええやん。世界一ムカつく関西弁でしたね。エセ関西弁の神です。越関のね、エセ関のね、エセ祭のね、エッサイのね、エロイムエッサイムの神でした。いやそれは全然違うよっていうツッコミするやつ、今から5万円徴収しに行くからな、覚えとけよ。でも本当は徴収しねえから安心しとけ。はい、もう今日はね楽しいけど、なんとなくサボりたいんでやめます。その動画のやる気があるとかないとかじゃなくて、俺の気分次第。その聞いてよ、アニメが面白いんだよ。見たいアニメがいっぱいあるし、今トレジャークルーズもトレジャーマップっていうイベントやってて、ゲームやりたいんだよ。だから動画がおろそかになっちゃってるけど、許してちょんまげマイチング。まあトレジャーマップ期間とここの長い期間なんでね、D アニメストア入ってね、歓喜の後悔をしました。本当に嬉しい後悔をしたな、マジで。いや夏だからって頑張らなきゃいけない雰囲気出てんじゃん。まあどうでもいいんだけどね。夏なんて俺はなんかやることだけ、夏だけ力入れるやつ気持ち悪いかんな。毎日頑張れよそんなやつ、夏だけ力入れやがってやって、その夏だけ力入れたって何の意味もないんだよ。
前々からそう計画して毎日しっかり YouTube やってるやつが夏に輝くんだよ。そんな夏だけで人気になろうと思って人気になれるもんじゃないんだよ。夏のためにみんな準備してきてたり、その準備の最中に全然動画投稿してるんだよ。夏にぶちかまそうとしてること自体が お門違いっていうかさ、夏はいいんだけどね、YouTube。YouTube の話だよ。なんだけど、夏だけ力入れようってやつは、はっきり言って気持ち悪いよね。逆に夏全然力入れないって言って俺、去年俺夏、何もしてませんでしたからね。逆にの発想でやっちゃったんで。まあ、今年も多分アニメとかソードアートオンラインとか見たいアニメいっぱいあるんで、あ、売名コメントはね、そのアニメ飽きたらかな。アニメとワンピース飽きたら、ワンピースのトレクル、トレタもフォアタ、売名再開するかな。売名は好きなんで俺は。数字がどんどん増えてくから。まあ今の作戦は俺のことをみんなにまず世界の人に知ってもらう。全員に。その上で俺の動画を見続けてもらうか見続けてもらわないかっていう作戦の第一歩なんで、な70億人の人に見てもらいたい。まず俺を知ってほしい。その中で俺を選ぶか選ばないか。ただそれだけなんです。ということでありがとうございました。終わりたくないよ。終わりたくないよ。わがまま言っちゃダメよ。しまいにおしまいで。いや、キャラがむちゃくちゃだ。だな。まんまんま。最近、違法天才系の、ワンピースのアラバスタ編ずっと見てたんで。クズだな。どうしようもねえ、クズだな。ということで、しまいにおしまいだよ。まったくもう。